そこあそこあるあるある。うわ、いっぱい出てきてますね。警戒してます。おっと、行ったか。おー、行けて。よっしゃー、やったー。ヒロスズメバチです。やった、採取に成功しました。やったー、ヒロポン。やりましたね。すごいぞお前。逃げたハチさんたちが巣のあった場所に戻ってきてたので捕獲しました。いわゆる戻りバチというやつですね。クーラーボックスに採取した巣と戻りバチを入れて、クーラーボックスの中で氷で冷やして持ち帰ってきました。今からちょっと開けるわ。中みんな覚悟はいい？ちょっと危ないよこれマジで。開けるよ。みんな気をつけて、逃げる準備はいい？行くよ行くよ。うわーく、うわー、戻り鉢が結構もう復活してきとる。ちょっと冷却が甘かったね。巣の方は大丈夫やけども、戻り鉢がね復活してきてしまってますね。これね、冷蔵庫入れてもう一回冷やし直しましょう。ちょっとね、この状態で取り扱うのは危険ですのでね、しっかり冷やして動けなくしましょう。この巣を飼育容器に設置したいんですけれども、巣の中にも蜂がいますから、その蜂をねある程度除去しないと危ないんですよね。設置するときに復活してきて刺される恐れがありますから、取れるだけ蜂をねもう除去してしまいましょう。ゴム手袋で手を防護して作業します。皆さんね、ほんと気をつけてくださいね。蜂さん危ないんでね、こう大量の蜂を取り扱うときはこういう風にゴム手袋をした方がいいですよ。まず氷を除去して、大丈夫かなこれ、中の蜂さんたち死んでないかな、生きとる大丈夫。とりあえずね、袋二重にしてるんで、まずこの上の袋をね、開封しましょう。とりあえずまずね、この1個目の封印を解きます。ね、外側の袋の中には蜂が1匹も入ってませんので、まあ、大丈夫だったってことですね。それでは巣の中の蜂は全てこの袋の中に入っているということになりますね。うわあ、早速1匹出とる。あ、結構元気ですね。ちょっと怖いな。まあ冷やされてね、ちょっと活動は不活発になってますけど、危ないんでね、気をつけて、作業していきましょう。蜂は上の方に上がってくる習性がありますから、元気な蜂さんをとりあえずこの網のね、上の方に追い詰めて取りましょう。この袋の口を開けて、中の蜂さんを、このね、網の上に突っ込みましょう。さあ、出てこい。こっちを伺ってますね。ただ飛びかかってくる様子はありませんね。内勤の蜂さん、おとなしいみたいですね。ほら、引っ込んでしまいました。幼虫のお世話で忙しいみたいです。幼虫ちゃんがね、結構いますからね。あ、眉を作ってね、もうさなぎになりかけてる子もいますね。で、壁を引っかいて、お腹すいたよ、ご飯ちょうだいってやってる子たちがいますね。かわいいなぁ、プリプリで。うーわー、中にびっしりハチさんおる。危ないな、これ。創設上、大きいね。すごいね、黒光りしてます。この大きな巣もね、元はといえば、このママ一人から始まったんですね。あ、ママ奥に入っちゃいましたけども、あのビッグママが一人でちっちゃい巣を作り始めて、それでね、まあ多分引っ越して、元の巣はもうないと思いますけども、引っ越ししてね、こんな大きな大所帯に膨れ上がったわけですね。ちょっとね、数が多すぎるんで、このね、下の部分をビニールで覆ってしまいましょう。その覆って蜂さんが落ちてこない、出てこない状態で取り付けをやりましょうか。危ないんでね、これ。そうじゃないと。これはね、外袋の一部を切り取ったものですね。まずここにね、巣を、こう、この向きですね。こう入れましょう。こう入れます。もうちょっと、こうかな。このね、杉の枝を支点にしますので、この枝は出しとかないといけないですね。そうしましたら、こう枝を出した状態で、こう包んでしまいます。が壊れない程度、どこで結ぼうかな。この辺でいいか。この辺でね、キュッとキュッと締めとくわけですね。そしてこうガッと結んじゃう。これもリボン結びですね。リボン結びというか蝶々結び、蝶々結びにすることによって簡単にほどけるようにするんですね。これをこう設置しましてね、飼育容器に設置した後、簡単に取り外せないとダメですよね。ですから、この紐をね、蝶々結びをヒュッヒュッヒュッとほどいてやれば、下にこのビニールがボトって落ちますから、簡単にね、この覆いを取ることができます。はい、なんかね、飴玉みたいですね。飴玉みたいですけども、
これで安全に持ち運ぶことができますね。安全に操作することができます。もう一回冷やしとこうか。一応念のためね、冷やすに越したことはないね。しっかり冷やしましょう。これがスズメバチの巣の飼育装置ですね。こちらの装置の上の板に巣を設置します。これね、人に頼んで作ってもらったんですよ。蓋を取りますと中にね、ベニヤ板が入っております。このベニヤ板に巣を固定します。たくさん穴が開いてますね。この穴に針金を通して、で針金をその巣にくっついてる枝にくくりつけて、それでね、ぶら下げる形ですね。こうやってね、この天板を跳ね上げることで、まあ、ここでね、こうつけて、でつけた後にこうガタッと下ろして、でぶら下げる感じですね。このね、巣の上にね、枝がスッと通ってますから、この枝のところに針金を巻きつければ固定できますね。まずは天板の穴に針金を通しまして、このようにね、仮止めをしてます。巣はね、枝ごと取ってきたので、その枝をね、この針金のところに引っ掛けて、ほんで上にクッと引っ張ってね、で、しっかり固定しましょう。それではね、早速巣を設置しましょう。この向きがいいね。とりあえず引っ掛けまーす。それではまずこっちの針金をしっかり止めます。しっかりですよ。がっちり止めておかないと、外れて落ちてしまいますからね。こっちはいいね。じゃあ次こっちをね、本固定しましょう。こうしっかり上までクッと持ち上げて、こう針金をぐりぐり回して止めていきます。ぐりぐり回しますよ。ちょっとペンチで増し締めの方をしましょう。増し締め。しっかりね、強固に締めておかないと、外れてしまいますからね。ただあんまりね、締めすぎると今度ね、針金が金属疲労でポキッといってしまいますから、ね、やりすぎも注意なんですけどね。がっちり固定されましたね。そうしましたらね、ビニールを留めている紐を外しましょうか。ほどきましょう。危ないですからね、慎重に。まずは両脇のやつから。紐を外しました。それではね、このままビニールを下に落としてしまいましょう。あ、その前にいつでもね、いつでも蓋ができるように、蓋をね、このように構えておきましょうか。いつでも蓋をして、ハチさんたちを封じ込められるようにね。ビニールを、ほどきます。落とすよ。落とすよ。危ないよ。いいかな、みんな。危ない！危ない！よし。はい、落ちた。あー、ちょっと傾いてますけど、少しね、傾いちゃってますけど、まあいいでしょう。早速ね、ハチさんが一匹出てきましたね。取ってきた時点でもう、そこの方が若干抜けかけてましたんで、下の方の外皮を取り除いて、ね、観察しやすいようにしました。ロックを外して、引き出しをね、開けて、ちょっとハチさんが一匹ブンブン丸してますから、慎重にね。よし、いいかな。よし。OK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 。はい、やりました。ちょっともう一回閉めます。毎回ね、必ずドロップしましょう。なんかの拍子にね、これが開いちゃうと大惨事になっちゃうんでね。設置完了しました。いい感じじゃない。これ巣の中もね、きっちり観察できますね。中でハチさんたちが動き回ってますね。とりあえずね、今晩はもう昆虫ゼリーだけにしときましょう。拘束していたハチさんたちも巣に戻してあげましょう。さあみんな、巣におかえり。うわ、危ない、行くぞ、危ない。よし、行け。うわー、いっぱい出てきた。危ない。ふうすーげー、地獄絵図。これは危ないで。よし、ここちゃんとロックしときましょう。そうじゃないとね、これ脱走したらえらいことですからね。やばー、おびただしい数のキイロスズメバチが復活してきてますね。危ない。さあみんな巣にお戻り。丸一日が経過しました。結構ね、巣にハチさんたちが戻ってきましてね、あのようにベイビーちゃんたちの世話をしてますね。下には巣の材料として木の皮、あとはね、昆虫ゼリーと、あとこれスルメと煮干しですね。これね、動物性のタンパク質ですね。キイロスズメバチはね、動物性のタンパク質でしたら何でも幼虫の餌にしますのでね、煮干しとスルメを餌源として置いてます。昆虫ゼリーのところいっぱいハチさんたちが舐めに来てますね。私の姿を見て警戒しているんでしょうか。ブン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 ハチさんたちがたくさん飛び回ってます。今10月上旬なんですけれども、キイロスズメバチの巣は11月いっぱいぐらいまで生きてますので、
あと残り50日ぐらいですかね。50日ぐらいの間、この巣を大事に飼ってみようと思います。ちょくちょく動画にしようと思ってますので、その時は皆さんぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。